モンドバックス4から2カージナルス現地時間4月13日、チェイスフィールドセントルイスカージナルスが決定力に欠く惜敗。今季2戦目のラーズ・ヌートバー外野手26は6番左翼手でフル出場し、2試合連続となる安打と打点をマークした。1-1の同点で迎えた6回表、カージナルスは、ポール・ゴールドシュミットとノーラン・ゴーマンの連打で、無視に3塁のチャンスを作るも後続が凡退。西の後、ヌートバーが申告敬遠で歩かされ、最後はジョーダン・ウォーカーが空振り三振で無得点。絶好機を逃した直後の6回裏、グリエル・ジュニアに3ランを浴び、決勝点を奪われた。ヌートバーは8回表、1四1二塁で迎えた第4打席でしぶとく、三遊間を抜き、左前敵地だ。2点差に追い上げ、なおも、走者2人置く状況を作ったが、反撃続かず。カージナルスはこの試合11安打を放ちながら、わずか2得点に止まって敗戦。再び借金1となった。この試合のヌートバーは3打数1安打、1打点。1四球という内容。今季初出場から2戦続けて安打と打点を記録している。